Today's Texas weather is cloudy and a little bit windy. It's expected to have some... これ読んで。速報です。ヤマカイTVがオワコン回避のため変わります。よいしょー、どうもヤマカイTVです。こんにちは。ということでね、ヤマカイTVが変わりますというか変えたいと思います。ちょっとね、髪の毛に関してはちょっとこの動画とは関係ないので、髪の毛ちょっと失敗しちゃってるのはね、スルーしてください。まあ、といってもね、まあ、僕もネイラさんもそうなんですけれども、バレエ団でこうダンサーとして働くっていうのは変わることがないので、まあ、量を変えることはできないんですけれども、ただね、その質の方をちょっとね、高めたいなと考えておりまして、そう、今でこそね、こうやってプルプル震えながらこうカメラを持ってるわけなんですけど、このカメラもね、こんな感じで、今こんな感じでね、ガムテープ貼って使ってるんですよね。このにゃんこちゃんたちが壊しちゃったから。まあ、そんなこんなでね、ちょっと皆様に、お見せいたしたいのがですね、 Hey there, please, I'm literally recording right now. Good job, good job, good job. 今日の前髪ゼロ点。Say what?I mean, the back making the punch. So, 今日皆さんにお見せいたしたいのはですね、あ、まあ開いちゃった。はい、これ。ホリストーン。たら。Look at that. Look at that. Look at that. そう、ドローンをね、あ、かぶった。ドローンをね、実は買っちゃいました。そう、ありがたいことにね、そのチャンネル登録者数もこう40万人を、無事突破いたしましたんですけれども、やっぱりね、こう芸能人さんの方とかね、そのお笑い芸人の方さんとかね、やっぱりこう YouTube どん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 増えていく中で、まあ私もね、ニラ様やっぱり素人っていうところでね、やっぱりどん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 ね、こうクオリティとかも上げていかないと、こうどんどん淘汰されていく存在であるでございますと思いますので、まあやっぱりこうね、ポン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 面白いことも言うこともできないので、こうやってね、こう身を削って、頭を髪の毛を削って、パイナップルヘアにしてね、なんかこう面白い髪型にして言うことしかもできなくて、もう出てこない。あら、気持ち悪いな。これは気持ち悪いな。これによってね、ちょっと映像のクオリティをね、ちょっと上げたいという、思惑でございます。はい、それでは行きましょう。そう、ということで今日の動画ではね、このドローンをね、初めてちょっと使って試していこうかなっていう、その映像をね、ちょっと皆様にお届けしようかなという、まあそんな感じでね、ちょっとまあ Vlog みたいな動画になると思うんですけれども、最後までお楽しみください。それでは、いきます。 It's Christmas next week. See? Okay. How do you prepare? See? We're going to Austin. That's a present? That's not a present, but it's related to thisYou're gonna make a video and it's gonna be, oh, your Christmas present! Nah. 今からね、まあ、そのドローン飛ばせる場所ってやっぱり限られてくるので、人気のいない場所っていうかね、まあ、野原行きたいと思います。野原?レイク?そう、ということで、僕たち今テキサスに住んでるからね、砂漠に着いたんですけれどもね、テキサス砂漠。デザート。デザート or デザート？パンプキンパイ。パンプキンパイ。Let's go パンプキンパイ。寒いです。Yes. What'd you figure out? Oh, look. Whoa. 今の、ここのカメラがこんな感じです。わーお。っていうので、こんな感じです。で、これを、すみません、テクニカルイシュー。Christmas morning, you see all the kids in the park with their new toys. This is you. Ah, これで。これで。iPhone. Oh, really? But what, it's not necessary. Can I see? That's my screen.
Name. We have to put him a name. What is B in Japanese? No matter what kind of stuff is going on in your life. I just keep it all in the Is it okay for it to land in the grass? What's his name? What's B in Japanese? Hachi. Hachi? Yeah. That's eight, no? I'm trying to figure out the term this time. Hmm? They said like to turn this camera, like this camera turn down. Yeah. It's this one, but it doesn't work. Really? We're gonna have like a little bit of solar here. Okay. Oh, what is this? Are you having fun? It's really fun, actually. They say like if it's the first time, this is. They don't recommend this machine if you're new. But where did you get it? That was after the boat. Oh, shh. Yeah. What? This is where we live. Hachi, land? No, no, no. Okay. It's like a dog. Is it Hachiko? Little rough landing. So I guess we're done. Yeah, you wanna go home? Now there is no wind here. No. やりましょう。よいしょーということでね、家に帰ってきましてございます。まだね、ドローンの撮影映像も見てないし、編集もまだしてないからね、どんなもんかはまだわかんないですけれども、すごい楽しみでございますね。そう、最後にね、ちょっとこのチャンネルについて、ちょっとまあ真面目にでもないですけれどもね、一つちょっと語りたいことがありまして、ただね、その前にちょっとドローンのね映像が あったので、ちょっとね、このカメラ今までこうやってきたんですけれども、今ねこう上からこう下にボンってやったやつとか、例えばね、あとは何やったっけ、これとかだ、これからこうとかね、はい、これ今ただまあ自宅なんですけれどもとかね、まあこういう風にトランジションやったりとか、まあこうやってこうカメラでねやつなんかはね、もうなんかもう見慣れてる、ほとんどの YouTuber さんやってるかなと思うんですけれどもね、まあこういうドローンもね、こう撮り方とか、やっぱこうシネマティックっていうんですけども、そういうのもちょっとね研究して、ちゃんとみんなにね、こうクオリティの高いものをね、これからちょっとやっていこうかなっていうのも考えております。ちょっと最後にね、まあ僕の悩みというかね、まあちょっと最近思ってることをね、ちょっと皆様にシェアさせていただきたいんですけども、ちょっと冒頭の方でね、ちょっとオワコンみたいなね、自分をこう卑下することによって、まあちょっとこう普段見てくれてる人とかね、まあファンの方にはちょっと、失礼に値するだと思うので、ちょっとね、そこは申し訳ございませんでした。でもね、ちょっとね、本当に危機感っていうのはすごい、持ってまして。そう、ちなみにね、この山海 TV はこのダンス系、Vlog 系だと何かみたいな感じで、週3本投稿してね、このペースでやっているんですけれども、っていうのもこう、新しいことをね、こう常になんか、動画1本をやるっていうところで、その理由としてはこう新しい畑というか、まあ新しい層の方にね、こうリーチするこう種をね、ここで撒くみたいな感じだとか、あとはこのダンス系 Vlog 系だけをこう上げていたら、まあちょっとマンネリ化してしまってね、こう見てくれている人もにも楽しい動画をね、こう提供できなくなったりするのかなというところで、まあこういう風にね、週3本でやってるんですけれども、実はまあ、だから最近本当にこの新しいことなんかしなきゃみたいなすごい思考がすごい激しくてですね、そのきっかけになったのが、
オリエンタルナジロさん の, あの中田敦彦さんのなんかこうネットでのなんかこうインタビュー記事みたいなのを、ね、拝見させていただいたんですけども、そこのね最後の文章のところに、今でこそねそのチャンネル登録者数300万人とかすごいですけれども、多分こう3年後だったかな5年後だったか忘れましたけれども、はもう YouTube とかやめて、まあなんかもう新しいこと多分やってると思いますよみたいなね、そういう終わり方をしてたんですけれども、それ見た時にね、まあでもまあまあまあ、やめちゃうのみたいなね。まあその、今本当にすごいじゃないですか。そのすごいものをやめても新しいことやるみたいなね。それね、怖くて普通できないんじゃないかなと思いますけれども。まあやっぱりね、その成功も、挫折も経験した方ということでね、多分その新しいことを常にやらないとこう幸せは長くね、続いていくものはないっていうのをね、多分もう、ご存知だと思うので、そういったね、まあそれも踏まえてのね、多分発言だったのかなと思うんですけれども。まあ僕もね、今こうバレエダンサーやってて、YouTube もやってて、結構まあ今結構本当に充実してて、皆様のおかげですごい幸せに過ごしてはいるんですけれども、まあなんかこう新しいね、次のステージといいますか、見つけないにしてもちょっとね、視野をね、こう、広く、持たないとちょっとね、いけないのかなというのはちょっと考えておりました。まあ今回こそね、ドローンでちょっとまあ撮影の映像のね、工夫をとこと凝らして、ちょっとチャンネルをね、グレードアップさせますとか言ってたんですけれども、まあこれからもね、ちょっとなんか新しいことをチャレンジしてね、まあ、ミスったりとかもたくさんすると思うんですけれども、ちょっとね、温かく見守っていただけたら幸いでございます。まあ新しいことといえばね、2020年ももうすぐ終わるっていうところで、毎年ね、僕は一つっていうかまあ二つ三つぐらいね、目標を設定してるんですけれども、チャンネル登録者数がね、50万人、達成っていうのがね、ちょっと今年の目標だったんですけれども、はい、残りあと2週間ぐらいか。去年がね20万人でね、本当に1日遅れで達成したんですよね。今年は、どのぐらい遅れてなってしまうのか、それとも2週間でこの奇跡がね、もしかしたら起こる、いやちょっと経験上多分厳しいかもしれないですけれども、どの経験かわかんないですけども。まあそんな感じでね、ぜひぜひね、この動画にね、高評価とね、あとチャンネル登録もぜひぜひしていただけたらなと思います。皆様もね、今年の目標はいかがでしたでしょうか ?2021 年はね、まあコロナももしかしたらどうなるかわかってないですけれど、わからないですけれども、新しいことね、皆様も、どんどんチャレンジして、まあもしよろしければ、こちらのね、この動画のコメント欄にね、今年の目標、3つぐらいなんかこうね、皆様もね、シェアしていただけたらなと、僕にとってもね、他の視聴者さんにとってもちょっとね、すごいいい刺激になったりするんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ書いてみてください。別にここでね言わなくても別にいいんですけどもね。はい、ということで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。バイバイ。